はい、1歳オリジョーさんの昭和、2歳メス54センチです。お願いします。はい、こちらの昭和、1番目の昭和と、同じ腹、黒の子供になります。こちらも大変あの体型がよく、まあ、あの日の中重ね積みではありますけれども、大変、いい住み質をしております。まあ、ベニーの光沢が大変ある、まあ、本当綺麗な、昭和です。ただ一つ、こちらの方に2番比が出ていますけれども、まあ、こちら、冬この寒いくなってから出てきた、2番比です。だいたいこういったケース、秋上げの時に出てるのはちょっと冷えづらいですけれども、冬に出てきた、2番比、まあ、また野池に放せば、消えることが多々ありますので、さほど気にしないで飼っても大丈夫だと思います。 100% ではありませんけれども、かなりの確率で引いていきますので、その辺もご考慮ください。はい、昭和ですしね、そのあたりもまたチャンポイントじゃないでしょうか。はい、はい、それでは横の方もお願いします。はい、ちょっと大きな桶ですので、なかなかここですね。はい、裏も綺麗です。まだ2歳と若いですし、これからが楽しみな昭和ですね。はい、まあ、頭の模様もちょっと変わった入り方していて、大変魅力的な昭和です。なんといっても先ほどのと同様、体がいいので、大きくなるタツですので、ぜひぜひ、飼育してみてください。はい、いかがでしょうか。こちら伊佐織城さんの昭和、2歳メスでサイズが54センチです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。